回れ回れやれ風車また同じ場所へ帰って揺れて揺れて果て間な心君は知らないまま どうも皆様お疲れ様です。宮っちと申します。よっすー。今回はこちらのパーツを使ってゲーミング PC を組んでいきたいと思います。使う CPU は Ryzen 9 3900X です。1世代前のものになるんですが、 Ryzen 9と最上位のものです。なんとこちらですね、以前の大特価でパソコン工房で 37,800円新品で購入しました。まあそれから使ってたんですけど、再度また使い直しって形ですね。魅力はなんといってもコアとスレッド数、12コア24スレッドなので、今でもまだまだ使える CPU じゃないかなと思います。そしてなんといっても、Ryzen 9という最上位の CPU、この優越感だけでも使うべき理由はあるかなと思います。世代は以前は 5600X を使ってたので、1世代落ちるんですが、それでも使う価値はあると思ってます。で、次にこだわったメモリ。チームのエクストリーム、ARGB ホワイトとブラックをそれぞれ選びました。なんといってもモノクロです。色違いをわざわざ選びました。これで4枚差しにしたいと思います。はい、こんな感じです。それぞれスロットごとに埋めていくので、これが実際にどうなるか楽しみです。メモリー全体が綺麗に光るみたいなので、ちょっと楽しみではあります。今回はモノクロをメインに考えていきたいので、これは外せなかったです。あとここから竜王ゾーン、マザーボードが B550 のゲーミングプラス MSI のものになってます。アマゾンセールで安く購入して結構安定感があります。これを使っていきます。安いし結構黒くてかっこいいです。電源、クーラーマスターの V850 850W のゴールド認証の電源です。フループラグイン式で80プラスのゴールド認証、さらに全体的に白の塗装されてますので、この仕上がりも結構綺麗です。はい、竜王ゾーン終わったので、今回は組むきっかけとなったこの PC ケースです。NZXT H510 Elite です。未開封品の未使用のものを購入しました。ちょっと箱はダメージとかありますが、結構これがかっこいい定番のケースですよね。ただ開けてみてびっくり。なんとこれ、未開封と書いてあったんですが、使用感がありました。見てわかるように、グラボの金属もないですし、付属品もございませんでした。はぁ、やっちまったよって感じです。傷も目立ちますし、新品とは思えないですね。少し埃も詰まってました。完全に使用品じゃんって感じです。まあそう嘆いてても仕方ないので、状態の方確認していきましょう。一応付属品はないんですけれども、でこれ開けてみて、この固定のところですね、これも結構傷ついてるんですよね。もうふざけんなよって感じです。気を取り直して用意した CPU クーラーがクラーケン X530RGB です。 240mm の簡易水冷となってまして、ケースと合うような定番の CPU クーラーです。やはり人気のモデルでもございますし、かっこよさは折り紙付きで、こちらホワイトモデルとブラックモデルもありますが、私が選んだのはブラックモデルです。まあ単純にセールも含めて安かったんですよね。ごちゃごちゃしてない分ですね、シンプルでかっこいい簡易水冷ですね。そうしましたら実際に組み立ての方をやっていきましょう。まず電源ユニットを取り付けていきます。全部で4箇所ネジ止めです。そしたら高級な CPU をマザーボードのソケットにはめ込んでいきます。メモリーの取り付けです。でこちら完全に私の取り方がミスってて、手で隠れて全然見えてないですね。全部で4枚はめ込んでいきます。でこれが一番の肝のモノクロです。黒というより紫っぽいですね。そしたらマザーボードを実際に PC ケースの方に取り付けていきます。このようにネジでどんどん止めていきます。ここはあまり面白めないところになりますので、どんどん飛ばしていきます。次に簡易水冷の取り付けです。こちらはフロント吸気でセッティングをしております。こちらの PC ケースが前面パネルのフロント部がガラスパネルとなってますので、これが綺麗に見えるんです。結構この PC ケースですね、使ってる方はフロント吸気されてる方が多いです。やはりガラスパネルを活かして前面部も光らせたいっていう方が多いみたいですね。そうこうしてる間に簡易水冷の取り付けは完了ですね。
あとは CPU のところに取り付けをしていきます。配線は後ほどやっていきましょう。全部で4箇所ですね、ネジ締めをしていきます。はい、そうしましたらほとんどできたような当然のものなんですが、あとは重要なグラフィックボード、このギャラクスの RTX3060Ti を購入しました。決め手となったのがこの色合いですね。白を基調としてかっこいいモデルになるんですが、バックパネル、こちらも白黒と白にいい感じにアクセントが効いてるんですよね。補助電源は一つのモデルです。今私が組みたいですね、モノクロの PC にはぴったりかなと思ってこちらを購入しました。こちらのファンも光りますし、結構かっこいい。そしたら実際にこちらの PC ケースの方に取り付けておきましょう。グラフィックボードを挿すときがこの PC に息を吹き込むって言っても過言じゃありません。 CPU の取り付けの方を気にされる方もいらっしゃるかと思うんですが、私が一番緊張するのはこのグラフィックボードです。なんたって一番高い買い物ですからね。一応グラフ高騰化の時買ったのでめちゃめちゃ高かったです。はい、ドッキング完了です。やはりいい色味で合ってますよね。メモリーが初期不良を引いてコルセアのものだったということは見なかったことにしてください。実はこの NZXT の PC ケース、グラフィックボードの縦置きにも対応してます。当初はこのようにグラフィックボードの縦置きを考えていたんですが、なんと悲劇が、この映像出力関係のものが全部埋まってしまいます。なので HDMI もなどもディスプレイポートもさせません。残念です。グラフィックボードが結構厚みのものになってますので、これが悲劇を生みました。なので通常のものにします。あとはこの PC を組む上でちょっとしたアクセントを加えていきたいと思います。こちらが PC のスリーブケーブルですね。まあ、電源ユニットも白いケーブルがついてるんですが、ちょっと不格好なんですよね。なので、なんとこちらオメガケーブルさんのところに発注をしまして、自分好みのものを設計しました。まあ、モノクロ PC を考えているので、まあ、それに合うようなスリーブケーブルを作成してもらったって次第ですね。ちょっとしたこちらで自分だけの PC を組めるって考えたらめちゃめちゃいいですね。で、さらにこちらですね、グラボステイも用意しました。こんな感じで少しずつアクセントを加えていきましょう。見てみてください、このスリーブケーブル1本だけでかなり雰囲気が変わると思いませんか。実はオメガケーブルさんに作成の依頼するのは今回が2回目になってます。以前も作成を依頼したんですが、とても高級感があって気に入ったので今回も利用したって形です。こちらだけでかなり雰囲気も変わりますので、気になる方はぜひ作成依頼とかもしてみたらいいかなと思います。そしたらこんな感じにできましたので、あとはペリペリの方は剥がしていきます。フロント部のボロッボロなペリペリも剥がしていきます。では実際に起動させていきましょう。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果てまな心、君は知らないまま。はい、いかがだったでしょうか。いろいろと難航した自作パソコンの組み立てだったんですけれども、この PC ケースに合うように自分が思い浮かべるようなパソコンにできたのかなと思います。こちらが今メイン機となって稼働してます。まあ組んだの3ヶ月前なんですけどね。 RGB もいろんな色に変化させるのではなく、白色で統一化させることによって落ち着いた雰囲気を出そうと思ってやったんですが、思ったよりこれいいですよね。白黒の PC ケースにも合ってますし、なかなかグッド。私はモノクロのパソコンを作ったんですけれども、皆様の自作パソコンのこだわりポイントとかあればコメントとかで残していただけると参考にさせていただきます。ちなみにこのパソコンの改善点は裏配線です。私が裏配線苦手なんですが、めちゃめちゃぐちゃぐちゃです。もちろん綺麗にしようと思ったんですよ。まあ諦めてしまったんですけどね。で、もう最後は力でご利用し、もう入ればいいやって精神です。まあこういう諦めも途中は必要ですよね。見た目とは関係ないところなので。ではいつもはこういった自作パソコンやジャンク PC などをいじってますので、また別の動画を見ていただければ嬉しいです。ではお疲れ様でした。